プーチン大統領今後どうなってしまうのでしょうか。今日戦争宣言の日ですが、プーチン大統領が一発逆転することはできるのでしょうか。まあ、プーチン大統領が勝ってますって言ったら勝ってるということになるんですよね。現状じゃドンバス地区がウクライナの完全に手を届かないところにはなりました。なのでドンバス地区に関しては思い通りにしました。でもともとドンバス地区の独立を手伝うって話だったので、そういう意味では特殊作戦は成功しているっていうのはきちんと言えるんですよ。であとはその欧米がどんどん武器を送ってるっていうので、ウクライナの人たちが戦わざるを得ないようなことにしているので、欧米 NATO が良くないよね。でロシアとしてはドンバス地区の独立っていうのをちゃんと守ったから割とうまくいってますよっていうのは、言いようによっては言えるんじゃないかなと思いますけど。